はい、ダンです、ネットを使ったフィリピン人を実現するために日々情報発信を行いコンサルサービスを提供しております。今回はですね、ベトナム人の愛情表現について簡単にポイントだけお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、ベトナム人はですね、まあ、東南アジアの、日本から近い、国の人ですけれども、まあ、ベトナム人ってどんどん、インバウンドで日本に入ってきてますよね。まあ、今も人数でいうとそうですね、中国、韓国に次ぐぐらいになってきてるのかなっていう感覚ですけれども、彼らの愛情表現ですね。でポイント3つあって、まあ、日本人よりストレートだっていうところですね。表現が日本人よりもストレートだってことですね。あと男性はですね、結構女性を大事にするんですよね。まあ、真面目な人が多いっていうのが基本なので、そういった、特徴あります。あとはですね、月よりもその愛してるっていう表現が多いのが、まあ、特徴かなと思います。でこの I love 愛してるなんですけども、結構その日本人が思うよりも外国人の I love って重たいんですよね。その意味として言う時には結構覚悟が入ってるというか、まあ、極端に言えばもうあなたのために死んでもいいぐらいの気持ちで言うのが I love なので、結構それを言われた時は相手も本気なんだなっていうふうに、思われるといいかなと思います。ただ夜遊びとかした時にそのナイトライフのお店とかですね、そういったところでこう営業的に言う人もいるので、まあフィリピーナとかもですね、結構そういう軽いタイプの人は気軽に言ってくる場合もあるので、そこは相手を見ながらっていう感じなんですけども、本当に真面目な人がですね I love you 言った時は結構本気なんだなっていう感じですね。あとはですね、ベトナム人っていうのは人前でくっつくの結構苦手だったり、まあ、男性とかもですね、人前でこうイチャつくの苦手だったりするっていうのがあるので、その辺は理解して付き合われるといいのかなというふうには、思います。あとはですね、男性、ベトナム人男性はですね、付き合う前に結構複数の女性にアプローチするっていう傾向もあったりするんですよね。で、まあ、これは結構日本人以外は特に外国人に結構ある傾向で、アメリカ人とかですね、カナダ人とかも東京に友達いますけれども、彼らもですね、付き合う前に日本人女性に複数アプローチしてこう並行して付き合う期間みたいなのがあったりするんですよね。なのでちょっとそれを知るとびっくりするかもしれないんですけども、まあ、オフィシャルに付き合うまではそういった傾向が結構外国人にあるなというのは知っておかれるといいかなというふうに思います。ということでベトナム人の愛情表現についてでした。最後にですね、ネットビジネスや投資で稼ぎながら、フィリピン移住したいあなたはぜひ、下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただければなと思います。場所を問わない収入さえあれば移住は簡単ですので、本気で移住したいあなたはぜひお気軽にご相談いただければなと思います。ということでいつもありがとうございます。